テラシー活動。結局普通テラスでいいんだよね。普通テラスとしか呼ばないでしょ。でも普通のテラス光を聞くとね、勝つという音になる。だからね、月影の照らさぬ里はなけれども、長村の人の心に住むというね、法然っていう立派なお坊さんの歌があるんですよね。それでこの月影の照らすと、照らすという字を書くというふうにね、日本語のね、あの字の素晴らしさっていうのはね、音に変化できる。だから言霊って言ったんだよ。全ではね、勝負しちゃいけないから、勝つという、一という字に、ほら、一括二括っていう字に、勝つを入れるっていう、そういうふうにやったんですね。だから、相手をやっつけて勝つんじゃないのね。全で言うの勝つという福井人が書いてある。ですからね、武道家行こうっていうでしょ。武道家に行こうと思って武道家は避難してる。だからこういうところね、短い間だけどもね、大チャンスって言ってますのでね、こういうの取った人にね、取って、チャンスでもらっていいよね、お金払ってね、やっぱりね、それで大事でそれを何回も、そうすると分かる。で僕はね、さっきジャックさんとも話したんだけどね、この無人化のことっていうのはすぐに分かっちゃいけないんで、分からないものなんじゃない。だから高松先生の武道、
今分かったのはね、本当に僕は弱者なんですけど、初めての時分かった。だからみんなが申し訳ないけども、それまでに俺教えてたんじゃねえんだよ。実験してたんだよね。え、教えてたんだよ、実験してたのね。1000年生きていた、ね、ものですからね、こうすると分かるはずがないのよ。でちょうどね、テレビの方も見えたので、でそろそろね、スタートしていくと思います。それまでにね、こう座ってたら、これをこう上げてないし、そうですね、こう。それでは、重量を回しますか、上げていくね。